さんこんにちは、空手フィリピン代表の月井純奈です。この度は学びの旅シーズン3で態度の中野哲司先生と対談させていただくことになり、とても楽しみにしています。中野先生とはまだ実際にお会いしたことはないんですが、もちろん動画でいろんな方とのコラボだったりで見させていただいていて、空手からこう態度ができたってお話もされているんですが、空手を今私は25年間やってるんですけど、とてもできるとは思えぬ達人の動きで本当にいつも驚いています。でやっぱり何がすごいって感じたかっていうと、私はどちらかというと今空手をしてるんですけど、武道というよりかは競技に近い方をずっと世界で戦っていて、でそうするとやっぱりスピードだったり強さっていうのは結構筋力でこう作らないといけない部分があったりするので、競技からもしかしたら離れてしまったら今と同じ動きができるかっていうと、ちょっと私もすごい不安になる部分はあるんですけど、やっぱりその態度の中野先生の動きを見ると、その筋力とかそういうものではなく身体操作そのものを極めている方で、本当にすごいなと思って、お会いできるの本当に楽しみにしています。こういう機会をくださった稲妻さん、本当にいつもありがとうございます。武道の話だったり、あとはプライベートの話だったり、いろいろお話できるのを本当に楽しみにしています。6月19日、学びの旅シーズン3、よろしくお願いします。